第4節最後の一戦は立命館大学と近畿大学。ここまで圧倒的な差を見せられていない立命館でしたが、この試合はその鬱憤を晴らすプレーの連続となります。第1クォーター最初のプレーでディフェンスバック奥田がいきなりのインターセプトリターンタッチダウン。さらに攻撃では猪熊が独走でチャンスメイクすると、1年生クォーターバック西山が自分で持ち込みタッチダウン。リーグトップのタッチダウン数を誇るランニングバック長谷川もこの日タッチダウンを決め、20対0とリードを広げます。近畿大学、序盤パス主体で攻め反撃のチャンスを広げますが、このプレーでギャンブルを失敗、攻守交代となります。後半に入っても立命館の勢いは止まらず、ランニングバック森本、玉井らが地上戦をリードします。守備陣もインターセプトを見せ、攻守が噛み合う形となります。なんとかタッチダウンが欲しい近畿大はファンブルリカバーで得点圏でボールを奪うと、タイトエンド山田がエンドゾーンでパスをキャッチ、7点を返します。終盤は近畿大学の守備も粘りを見せ踏ん張りますが、ここでゲームオーバー。最終スコア41対7で立命館大学が関学、関大と並び全勝をキープしました。